はい、スポーツ振興課の高橋です。本日は、10月1日木曜日から開催されますオクトーバーラン&ウォークについてご説明させていただきます。オクトーバーラン&ウォークとは、あとスマートフォンからアプリをインストールし、会員登録していただければ誰でも参加でき、全国各地のランナーやウォーカーと競い合ったり共有したりできるイベントです。今年は新型コロナウイルスの影響により、全国的にマラソン大会やスポーツイベントが中止となる中、全国の皆さんの運動不足解消や生活の質の向上を目的といたしまして、横手シティハーフマラソンにおいて計測業務などでさまざまなご協力をいただいております一般財団法人 RB's スポーツ財団が開催するものです。現在このイベントに、秋田県での参加を表明している自治体は横手市のほか男鹿市、大館市となっております。8月24日時点で、全国で115の自治体が参加することとなっております。横手市といたしましては、今年、コロナウイルスで開催することができませんでした。チャレンジデーの目的にも大変近いものと考え、参加させていただくことにいたしました。なお、このアプリでは、それぞれ走ったり歩いたりした距離を、あとそれから歩数が自動的に登録されますので、日頃の運動管理にも活用することができると思っております。参加方法ですが、8月21日から10月31日までに受付、要はダウンロードしてもらって、10月1日から10月31日までの1ヶ月間を実際のイベント期間としております。ランニング、それからウォーキング、どちらのアプリをインストールしていただいて、どちらかをインストールしていただきまして、会員登録をしていただくだけで参加可能となります。参加していただいた方から抽選で、プレゼントも用意されております。その他にも横手市民だけを対象といたしましたプレゼント抽選も予定しております。さて、ここまで話をしておいて真逆なことを言って大変申し訳ありませんが、実際にこのアプリは本当に素晴らしいのでしょうか。実は説明している私が大げさに喋っているだけではないのでしょうか。この辺スポーツ振興課も非常に悩みました。今回何事にも慎重でなかなか物事を信用いたしません。スポーツ振興課のこちらにいます太田裕太君にこのアプリを実際に使ってもらいましたので、本人にこのアプリを使ってみての説明と使用してみての感想をいただきたいと思います。それでは太田君お願いします。スポーツ振興課の太田です。よろしくお願いします。それでは実際に私がアプリを使って5キロ弱走った時の格好をしながら説明させていただきます。ちなみに夜走ることもありますので、車の運転手さんに自分の存在が分かるように黄色いタスキをつけさせていただきました。それではこちらの画面をご覧ください。こちらの画面は自分が走った経路が一目で分かるものとなっております。私は大森町出身ですので、大森病院の周辺を中心に走ったということが一目で分かるものとなっております。次のこちらをご覧ください。こちらは自分が走ったペースと標高、高さが分かるものとなっております。赤いラインが速い時のラインです。で、裏にある青いこの山状になっているものが標高となりますので、この時走った時はいきなり坂道がスタートで、一定のペースで走れたのですが、最後にはいつも隠し持っている500円玉でジュースを買って家に帰りました。次のデータをご覧ください。こちらはデータが一通りまとまったものが一目で分かるものとなっております。自分のペースだったり走った時間、標高、あとカロリーなどもこちらに表示されます。このように、このアプリを使っていただきますと、自分の走った情報を管理することができます。おとといにあった実際の話なんですが、私は普通に家に帰りました。ご飯を食べてお風呂に入りました。何気なくこのアプリの履歴を見ていたところ、無性に走りたくなってしまいました。お風呂に入った後に
夜ランニングを実施して汗だくになってもう一度お風呂に入りました。このように走りたくない時でもアプリを見ることで走りたいという気持ちがすごく湧いてくるアプリとなっております。私はもうこのアプリがなければ走ることはできない体になってしまいました。ぜひ横手市の皆さんにもこのアプリを活用していただいて健康管理をしていただくとともに、オクトーバーラン&ウォークのイベントに参加していただいて健康管理などをしていただけたらと思います。以上です。はい、太田君ありがとうございました。今の太田君すべてアドリブです。今ではこのアプリのがなければいけないという信者になったことが非常に太田君の説明でひしと伝わったと思われます。最後に、私の隣にいます一般財団法人 R ビーズスポーツ財団の原田さんに本日お越しいただいておりますので PR を兼ねて一言ご挨拶お願いします。すみません、R ビーズスポーツ財団を設立いたしました株式会社 R ビーズの方から、参りました原田と申します。よろしくお願いいたします。今年ですね、アルビーカップオクトーバーラン&ウォーク2020というものを立ち上げさせていただきまして、今年のスポーツの秋10月の1ヶ月間をですね、ランニング、ウォーキングの累計距離を、オンライン上で競っていただく、スマホを使った、イベントでございます。この1ヶ月間の目標をですね、自ら設定していただき、毎日コツコツと距離を積み重ねて楽しみながら皆様に取り組んでいただければというふうに考えております。またですね、日々更新されるランキングで家族や仲間とご参加していただければ毎日のランニング、あとはウォーキングですね、これを続けるモチベーションが継続されるということを期待しております。本イベントに関しては、1年に1回の、非日常の創出というよりも、日常から皆様の健康づくり、あとはですね、スポーツにおける楽しみの創出というもののお手伝いをさせていただければと、切に思っております。今年の10月は、皆様と一緒にですね、スポーツ実践の充実の1ヶ月間にできればと思っておりますので、ぜひともご参加のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。横手記者会の皆さん、それからここにいらっしゃる皆さん、なんとかこのオクトーバーランウォークについてどうか登録をしてぜひ参加していただければと思います。では説明の方を終わらせていただきます。